チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、日本企業資産の売却命令に踏み出せない韓国と、PP な大統領候補、ダメだコリア、についてです。ミニストップの半生炙りたらこおにぎりを絶賛おすすめ中のマリナです。本日は天皇誕生日祝日なのでゆっくり見ていただきたく2つのお話をします。まず1つはまだ解決していない問題です。これまで朝鮮半島出身の元労働者の問題や慰安婦の問題などに関して韓国が国際法を平気で破り二国間の合意を実施していないのはいつものこと。日本政府は、日本と韓国の関係を健全な関係に戻す努力なんてしなくていいから、外交当局間の意思疎通は、挨拶だけの関係を維持すればいいのです。だから、日本の一貫した立場は、何もしなければ良いのです。韓国側に適切な対応を強く求めるなんて、時間と労力の無駄です。それは相変わらず、こんなことが起こっているのです。修復なんてできませんよね。韓国地裁、三菱重工の即時抗告を棄却、特許権などの売却命令維持。朝鮮日報から、韓国大法院、最高裁が三菱重工業に韓国の元勤労挺身隊員らへの賠償を命じた判決をめぐり、テジュン地裁は先頃、商標権と特許権の差し押さえ命令を、不服とする同社の即時抗告を棄却した。放送関係者が21日、伝えた。テジュン地裁は棄却決定を伝えたとみなす公示送達の手続きを行うとともに、三菱重工業側に地裁を訪問し、書類を受け取るよう案内した。テジュン地裁は昨年9月27日、原告側が差し押さえた三菱重工業の韓国内の約5億ウォン、約4800万円。相当の商標権と特許権の売却を認めた。韓国の裁判所が強制徴用関連の訴訟で、日本企業の資産売却を命じたのはこれが初めて。同訴訟をめぐっては、2018年11月に大法院で、同社に賠償を命じる判決が確定した。確定してから、すでに4年経っているのに、いつまで実行に移さないでいるのでしょうか。速やかに現金化すれば、よろしいんですよ。何をためらっているのでしょうか。いい加減にしろって感じです。それとも、三菱重工業側が上告する可能性でもあるんでしょうか。そしたら、いつまで経つのやら。国絡みで、金をたかるのを早く見てみたいんですよ。そして、日本政府を動かせてください。さらなる、日韓関係の悪化を望んでいますので。そして、二つ目のお話は、一週間前に、韓国ウォンが基軸通貨の資格十分だって、という動画を公開いたしました。この動画は、概要欄に貼り付けておきます。このお話は、韓国全経連の願望記事でしたね。それなのに、この願望記事を鵜呑みにした、バカな大統領候補が現れました。韓国与党大統領候補、韓国、基軸通貨国の可能性、野党代表、胸が高鳴る。バカでしょ。こんな人たちが、次の韓国の大統領候補なんですよ。レベル低すぎ。ぷ。中央日報から、野党、国民の力、の代表は21日に、開かれた中央選挙管理委員会主幹の初のテレビ討論で、与党、共に民主党の、イジェミョン大統領候補が、韓国が基軸通貨国に編入される可能性が高い。と発言したことに対して、本当に胸が高鳴る、と皮肉った。イ代表は、この日午後に MBC で行われた討論が終わった後、自身の Facebook に、国の借金を解決するために、韓国を基軸通貨国にするという話を、聞いて本当に胸が高鳴った、と投稿した。イ代表のこうした発言は、イ候補が討論会で、国民の力、のユンソクヨル大統領候補、国民の党のアンチョルス大統領候補と、
基軸通貨国入りの可能性をめぐり、論争する中で出てきた発言を、茶化したものと分析される。皆さん、笑ってやってください。やはり、バカでしょ。マリナは、やはりイジェミョン大統領候補に、大統領になってもらいたいと改めて思いました。こんな人が大統領になれば、日本との関係は、取り返しのつかない、挨拶だけの普通の関係になってくれるのではと期待できます。頑張れ、イジェミョン候補。そうだ、そうだ、基軸通貨になれるよ。きっと。さらに記事を続けて。見守っていたアンチョルス候補が、イ候補に、基軸通貨国と非基軸通貨国の違いを、わかっているのか、と尋ね。イ候補は、当然わかる。韓国も基軸通貨国入りの可能性が高いというほど、基礎体力が堅固だ、と主張した。これに対し、アンチョルス候補は、楽観的に見れば韓国も発展すれば基軸通貨国になれるが、今現在基軸通貨に入っていないということが問題。財政運営は、慎重で保守的にすべき、と指摘した。アンチョルス候補、まともすぎですよ。そんな人は、韓国の大統領になってはダメですよ。韓国の大統領にはふさわしくありません。今回の上記の話について、朝鮮日報がまともなこと書いています。イジェミョン、ともに民主党大統領候補が、私たちがすぐに基軸通貨国になる可能性が非常に高い、と話し、基軸通貨をめぐる議論が広がっている。しかし、ウォンは基軸通貨は愚か、より幅広い国際通貨の隊列にも上がれないというのが支配的な意見だ。ウォンは国際決済で多く取引される貨幣ランキングで20位以内にも入らない。国際決済時のウォンの割合は 0.2% にも及ばないのが現実だ。タイバーツ、南アフリカランド、ハンガリーフォリント、メキシコペソよりも使用頻度が低い。国際銀行間通信協会スウィフトによると、今年1月基準で国際決済時の通貨比率は、ドル 39.92% が1位、ユーロ 36.56% が2位だ。ポンド 6.3% が3位だが、ドル、ユーロに比べて格段の差がある。続いて元 3.2%、円 2.79% が4から5位だ。その後、1% 以上使用される通貨は、6位カナダドル 1.6%、7位オーストラリアドル 1.25%、8位香港ドル 1.13% までが全てだ。国際銀行間通信協会 SWIFT の今年1月基準の国際決済時の通貨比率ランキングに10位まで出ている中で、ウォンはない。そうなんですよね。本当のこと書いちゃったね。9位から20位は、シンガポールドル 0.93%、タイバーツ 0.75%、スウェーデンクローナ 0.67%、スイススイスフラン 0.64%、ノルウェークローネ 0.63%、ポーランドズウォティ 0.54%、デンマーククローネ 0.36%、マレーシアリンギット 0.36%、南アフリカ共和国ランド 0.28%、ニュージーランドドル 0.25%、メキシコペソ 0.2%、ハンガリーフォリント 0.18% の順だ。韓国ウォンはないよ。残念でした。県外でしたね。第一ね、現在、朝鮮戦争休戦中の国が何言ってんのっていう話なんですよ。北朝鮮と関連した危険が連結した国の貨幣が基軸通貨になるなんて論外な話なんですよ。そこんところ、もうわかりなさいよ。いい加減に。ダメだコリア。印刷は、きちんと揃えて金色のお財布に入れて、保管して時期が来たら、投資に回しているマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。
メンバーシップ、マリナ支援お願いします。